そこだ、そこだ、ほら。あ、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 どうでしょうか。そこだ、ほら。それ。それ。行け、逃げよ。それ。それ。行け、逃げよ。これ。それ。どこに逃げても無駄だよ。これ。それ。そこだ。どこに逃げても無駄だよ。それ。そこだ。これ。そこだ。逃げよ。我が糧となれ。逃げよ。我が糧となれ。Are you ready? Phase 1! Go! Shoot! Shoot! はい、すいません、チャットの確認取れました。大丈夫です。お、これはトウチキさんかな。さあ、ステップ攻撃は出たのかな。さあ、画面が広いですね。さあ、割とすでに普通に対戦してます。さあ、あの背景が本当に結構今回作り込まれてるんでね、こんなにキャラクターが動くのもなかなか今はないと思いますんで。あと FK デジタルらしい小ネタがね、各所に仕込まれてますから、あどっかで見たようなキャラとかね、たくさんいるかもしれませんが、まあ、あくまで似たキャラなのでね。はい、画面が広いので若干飛び道具が遅く感じるかもしれません。サーベルの新技でダウンシングバレットかな、長弾をする新技が追加されてます。さあ、確認したサーベラスプレイヤーかの話によると、まあどうも EX 版地上か空中かは聞いておりませんが、まあどうも無敵があるらしく、
対比に優秀かもという話をしてましたね。お、すでに新しい要素のコンボを組み立て始めてますね。練習にキャンセルがかかるのはサーベラスはだいぶすごいんじゃないですかね。あのパンチキャンセルかかってしまうと、かなり優秀な気がしますが、そうですね、エフェクト等も変わってますんで、あ、出ましたね。これが新技のダウンシンパル。空中版かな？リアルという話をサレ使いがしていたのは。スイート。どうでしょう。アセルが変わってるのかな。結構検証プレイをするかと思いましたが、もう結構対戦されてますね。お、今の多分これはステップ攻撃じゃないですかね。サーベラスのステップからの派生 C ってやつですね。そうみたいですね。すべてのステップからも出せるし、あのキャンセル技からキャンセルステップをしてそこからさらに出すってことができるので、中段であればサーベラスもかなり崩しが強くなるんじゃないかなと思いますが、その辺がちょっとまだ不明ですが、ステップ攻撃は今のところね、いわゆる地上ヒットからつながるようなのはないっぽいんですが、まあ、なんせ全キャラ確認されたわけじゃないので、まあ、なんとも言えないですけども、そのまま地上ヒットコンボになるような感じではないようです、どうやら。右がウィーラーだぜ。まあ、ステップから直接つながってしまうとなんか怪しいですからね。その辺は気を使ってるんじゃないかなと思いますが、さあ皆さん多分自分の使ってるキャラ以外に関してやっぱこの新キャラが気になると思いますね。そう、
SKD らしいキャラと見えますね、これはね、この見た目。今こんなキャラ出してきて目がないと思いますけどね、 SKD らしい。一応カオスコードのエンディングで、チラッと出てきたキャラでもあるんですけど、まあ、知ってる方は知ってるキャラですね。いや詳しいですね。そうです。今のところこのゼーというキャラは見る限りではなんかクラッシャーセンズという技がまあとあるねストリートなんちゃらに方とかにあった、まあ、セーリングみたいな感じで使えるようなんですよね。火星からステップでキャンセルがあるみたいな、当たると相手は攻めれるみたいな感じですね。無駄だ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 。分からないように繋がってる。すぐ気づきましたね。さあ声がそうです、まだ当てられてないので今仮で部員のボイスが入ってますんで、はい、ちょっと面白いことになってしまうのが面白いことになってしまうとは思うんですが、ちょっと気になります。EX ライスの当たり方が変わってますね。これ動画もステップですかね。玉消し、これマミ、うん、なんでもないです。もう玉消しながら止めるので乗ってるバイクはこちらの強いですね。どちらもステップ選択ですね。ジョーがさっきから打ってるバックステップはそのステップの短くて無敵が長くなったっていうステップですね。なんかこううまく切り対空気味に出して逆に着地有利取れるとかありそうですね。無駄だ。あとゴーは選択スキルにあるんですけど、地面から怪人を、ね、召喚というかね、持ち上げてやる技は派生で、上に上げるのと前に飛ばすのがあるので、まあ伝わる人には伝わるキングオブファイターズの、ね、
アイントリガーといえば分かりやすいかなと思います。セカンドシュートとセカンドシルがあるといえばなんとなくどういう技か伝わるんじゃないでしょうか。で先ほど検証してましたけどね、どうも必殺技に中段もあると。あ、やっぱりこう強攻撃は繋がないみたいですね、ステップ攻撃は。もうあのこのサバットみたいなのがステップ攻撃みたいですね。空中怪しい挙動してる。うわーちょっと判定が下に向かってるタイプのハリアビーみたいな形かな。ありますし、この配信で全キャラクター映るかどうかはちょっと分かりませんが、可能であれば、まあ、だいぶガラッと変わったカガリとかね配信に映したいと思いますけど、なんか使ってくれているかな。お、大会も終わってようやく伝われるようになったということで、ね、今なるやえちゃんとか、ノリリンさんとかもね、クロスさんも、一緒に並んでるので、あ、クティーラ、ガソリンのあたり、グラボーあたりは、多分この後触ってくれるんじゃないでしょうか。あ、ステップを使ってるから、もう敵だいぶ長いですね。難しいとこですね。バックステップ、今まで通りの距離を取るっていうタイプと、もう無敵じゃないけど短いっていうのは、まあ、どちらが優秀かっていうのはなかなかバックステップに関しては言えなさそうですね。あ、セットプレー、ダブルタイプのセットプレーには強くなりそうなので、まあ、切り返しがないキャラとかはステップはありなのかもしれません。全体は今のところ見た感じ、本当、特にない感じみたいですけどね。今のところ、全体に関しては違和感はない感じです。バックステップどうでしょうね、全身かどうかは分からないですけど、ぶ
ブブブーなってる時間自体は長そうですね。ブーム的かもしれませんけど、ゴーの3ゲージはね、さっき、やってる方がいましたけど、入るとなんか画面の中央にボタンが表示されるので、そのボタンを正確に入力していくと派生が来るみたいですね。パターンがあるのかまではちょっと分かりませんけど、ミニゲームが始まるタイプです。これがその地上の長男だいぶゲームフレーム取れるっぽいな。固めとか強コンボに使えるんじゃないでしょうか。ゲームの展開だとそんな感じに見えるけども、そうですね、コンボパーツ自体は入って、あれに失敗したみたいですなかったな、 TBC なんか出てた。結構ね、コンボパーツは結構ね、変えないといけないキャラが多いみたいですよ。サーベラスも見てる感じそうだったし、ルイも EX ティタニックからの浮きがどうも違うっぽくて、PTC さんがね、ちょっとポンプ困ってましたから。ゴーの3ゲージは発動に3ゲージいるけども、なんていうんですかね、順番に消費していくタイプみたいですね。そうそうそう、破壊で使っていくタイプみたいです。破壊で3ゲージ持ってる状態じゃないと打てないけど、まあ、消費するのは1ゲージずつなのかなみたいです。あ、今ね、プレイヤーが変わるみたいですね。なるぎあやちゃんが座ってます。すごいメンツが座りましたよ。ワンピー側ノリリン、ツーピー側なるぎあや、スコローネクストエクストリームテンペスト壇上でやるですね。壇上でやりました、はい、壇上でやりましたんでね。ここはやはりね、マイキャラ使った形か。はい、あー、今ゲームオートはどうですか。ちょっと今設定変えたみたいなんですけど、ゲームオン入ってますでしょうか。はい、大丈夫ね、すいません、ありがとうございます。パテンのね、ちょっとさっき見てたんですけど、ピザがなくなってて、代わりになんかマイトさんみたいなのが入ってますけど、膝より強そうなんですよね。なんか関係が関係がいつまでも残ってるタイプの技っぽくて、なんかすごいすごかったですね。どうなんだろう。パトリーの膝より強い技って、まあ
全部丸見えですけどね。あ、そうですね、プッキーも結構ね、ハスターの EX が、まあ、ついたりと、結構いろいろね、今まで通りのこともできそうだけども、なんか、新要素がそれなりに増えてるので、ユーザー的に面白くなるんじゃないですかね。さあダウンを拾える。お掃除、お掃除でダウンを拾ってました。あ、なるほど。今のあのハトミンのチョーベルに対してのあの反撃確定だったっぽいですね。はい、あの、ボイの硬直がものすごい伸びてるみたいで、エクシードの技に調整されてるのかな。さあ化身の仕様が変わってて、あやちゃんが、あやちゃんの体のどっか出たか分かりませんけど、すごい伸びとい、っていう声が響きました。今どうも知っておけたんじゃないですか、化身で。ダウンヒルやる。サトルでダウンヒルやるってことは、空上の辺からも今度いけちゃうのか。行こうよ。次回カウント。サトルの細胞の空上の辺からコンボ。これは決心が、あやちゃん、レシピまた組み直しになるんじゃないですかね。あやちゃんがまた、研究しなさないといけないの、これは。すごい挙動が変わってる。今見てる感じだと、なんか射程が短いのと長いのがあるみたいですね。ジャグ強で差がついたのかな。短いやつがどういう戦をしているかしら、当ててみないと分かりませんが、そうですね、あの面白そうなところ以外にもこれ仕様として大丈夫なのっていう気になったところもあればね、クリップしていただければ
まあ、それではね、南方さんに DM とかで直接送っていただいてもいいですけども。おお、なんだ？あれ EX ベルか。あ、そうか、 EX ベルがあるから。ベルストラコマンドが変わってるのかな。この二人持ちキャラを詰めることしか考えてないですね。いや、いいですね。いや、でもな、あやちゃんならね、すぐに決心コンボ作ってくれるでしょう。みんなは待ってればいいんだよ。ワンちゃんがいる。さあ分身。あ、そうか、ダウンヒロリができるから分身で。なるほどね。あ、そうか、カトリールステップ越えなんだよね。通常技が変わってたりするから誰がステップ攻撃なのか分かりづらいです。今のところだとステップ攻撃はなんかショージャンプっぽい技になってたりとか、やたら判定が強かったりする、なんか通常雑っぽい技になってたりとかするんで。お、出ました、新技の膝より強いという噂のこれ。判定がぎっしりです。さあ、シフト、いろいろ試してる。お、あ、サバとはもしかしたらと。違うですね。お、もう終わりですか。さあ、次は、え、これも豪華なメンバーだ。 1P 側、マンジ、2P 側、タニコ。さあ、何を使ってくるんでしょうか。
ですか、この新しいキャラクター戦隊画面いいですね。左右に3つは2つハテナと真ん中にハテナが1つ、まあ、少なくとも3キャラいる形ですかね。個人的に通常の2人がいないというのはちょっと考えにくいので、まあ今いないってことは、まあ、個人的な予想ですけども、 SNS ならキングオブファイターズ大好きなので、KOF99 のね、乱入強みたいな演出があるんじゃないかなって予想してるんですけど、あ、もしくはボスか。まあまだできてなくて追加されてないのか、まあ、ストーリーの関係上かもしれないのでね、まあ、ちょっと分かりません。どこを見ているんだい、どこを見ているんだい、どこを見ているんだい、危ないもん。そうですね、どういうストーリー展開なのかわからないので、まあ、なんとも言えないですけども、カガリも完全に前の方展開形のカガリはいないのも、まあでももったいない気もするから、どうなんでしょうねっていう形ですね。あーでもどうでしょうね、この神聖かがりがどういう感じなのか、どういう立ち位置なのか分からなくて、単純にパーチしたかがりなのか、なんかこうなんて言えばいいですかね、あ、ちょっとね、現段階ではちょっと分かりません。僕に献血しない？お、空中ベルか。空中ベルがホバリングしてくる挙動が怪しいわ。フルアップは新技でケドクっていう技が追加されてますね。なんか地面からなんかブキッと生えてきて相手を掴んでクドラック側に引き寄せるみたいな技みたいですが、あれなんかパニコさんが言ってたんですけども 3C かな、レバー斜め下 C でなんか結構な遠距離相手の背後から派生技を出せるみたいな、そういう隠し技を出せるみたいな言ってましたね。僕の世界が始まるのさ、前 B のさらに遠いバージョンみたいな。綺麗に赤く染めてあげる。フェイス1ゴー、行くわよ。そうですね、後ろの女の子もね、これたくさんいるので、女の子一人一人キャプションしていただいても構いませんよ。お、南方さんがようやく手が空いたかな。あ、今孤独のモーションですね。131ではないみたいですね。固定位置かな。ナポさんお疲れ様でした。いや申し訳ないですね、自分とか開幕裏声が出てしまいました。はい、そうですね、久しぶりです。はい、どこを見ているんだい、まあ、先にどんどんクリップしてもらってるんで、はい、
ああなるほど、その位置どこに判定あるの。ああなるほど、結構奥の方みたいですね。危ないわね。ヒーの地形をうまく組み合わせるとまたこう画面を広く使ったコンボがありそうですが、おなんかモーション変わってるな。惨劇の始まりだ。なるほど。あーなるほど、 3C からしたため上の、なるほど、ちょっと難しいとこ、ため入力。あ、でも斜めでいいな、いけるか。ちょっと、ため入力苦手な人はちょっとややこしいかもしれないです。おっと、貧血で倒れるところだったよ。さあここら辺は同じようなコンボになってるが、さあ谷子さんが新しいコンボを模索中。おなんかまた新しいのが、なるほど。さあ中遠距離攻撃が増えていきますね、クドラック。空中ベルが奥に行ってる感じかな。ここから僕の世界が始まるの。いやークドラックもプティーヤと一緒で、まあある程度の形にするまでがちょっと時間かかりそうですね。どう思います？なんかもう思ったよりできてますよね。さあマイコハンが来た。君の血はどんな味だろう、ね、これが本当の。おっと貧血で倒れるところだったよ。おお、シュ、本当にイングリッシュフットゲージが消えるのか。3ゲージを決めると相手のシフトゲージを消して、自分のシフトゲージを満タンにする。そう、あ、なりましたね。
シフトゲージを奪うというか消滅させるんですね。そうですね、今回はシフトゲージがあるので3ゲージがまあ強化、でシフトがあるから1ゲージ1シフトでカオスシフトができますからね。だから1ゲージ1シフトが強くと、そういうのと3ゲージが強くなって、で逆にカオエクシードエクシードがちょっと弱くなっている感じには見えるんですけどね。さあ次は時間さんとルシアンさんなのでルイか MG、とセリアあたりが出るんじゃないかなと思いますが、柳さんがもう早い段階から素早い指摘が入ってますね。気絶させた後殴っても全然ゲージが増えなかったと、なんかゲージ増加量にまた補正がかかってるんじゃないかって話を今してますね。柳さんが、あやちゃんがすいません、ちょっと勘違いしてました。なるがあやちゃんが言ってました。MC、 フォードポーズかっこいいですね。なんかエフェクトついた？ D ソフトになんかエフェクトついてますね。はぁ、浮く。送球が、なるほど、地上プレーじゃなくなった。お、ダウン引き欲しい。ということは即答からは確定で入るんだな。まあそれもあり得るかもしれませんね。MC、まあ、でもどうでしょうね。キャラをなくすかはどうかはなんとも言えない。お、新しいムチ。
おお、なんかエフェクトついてる。なんか B のモーションも変わってるのかな。お互いしだれ事をしてますね。はい、こんばんは。お久しぶりです、皆さん。いや、ぜひぜひ手が空いたら、このピーライドも。自分はあの今プレイしてないんでね。おなるぎあやちゃんがマイクを持ってくださるそうです。これ私有台なんですか。はい、ああ画面でかくなる。これなんかエクシード解放もあれなんですよね。シフトゲージの長さで残り時間決まるみたいな感じで、やった感じでシフトってポンポン使っていくのが強いんですけど、残すとエクシード火力が上がるっていう、やられてる側に多分余計逆転要素みたいなのが。もうこれ何、さあ爆裂か。あの何でしたっけ、ハイちゃんしようとしたときに、あの下上って入れる癖ついてるけど、それだとあの今までのハイちゃんは出ない。いや、いいっすよねこれね。かがり、かがりとヒカルいないけど。いやアカウントロットリーに当てるらしいって。あの紅でしたっけ、あのおばあちゃんに体を、いや分かんないですけどね、あの急に都会に染まってしまったのかもしれないけど。これあと何でしたっけ、キャラ書いてる人が天帝賢者のなんたらかんちゃらみたいな漫画書いてる人なんですよね。これこの立ち絵、この立ち絵、はいはい、はい、今なんか海外の人なんですよ。それこそ台湾。やってやるっちゃ。うわ可愛い、やべえ。てかなんかエルメスとかもうグラ全部書き直してるし、なんか直キャラの一番すぎるでしょ、この愛が。ああ浮いた。え、ユリオリで挟む。まあそれ空振りじゃないか、空振りに浮いたらやばいけど。はい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 、なんこれ中断なのかな、なりますけどね。いやー皆さん、カオスコードお疲れ様でした。僕は優勝しましたけど、決してね、俺が一番強い、まあ今日は一番強かったけど、まあ A 級の強さではないから、皆さん頑張って、もっとこれも対戦して、あどっちがすげえ弱くなってる、どっち無敵時間3日間ぐらいあったのに、今ひらって言ったらすぐ消えた。集団なんこれ。あとねえし、ともそも。おー、え、集団これ、やばいでしょこれ。これやばいでしょ。指折りで絡んだら崩し始まるのも終わってないですかこれ。なんか確か、PTC さん言ってますけど、カードレスが、シフトしないと崩しにならない。あ、まあ、え、やばいね、これ。カードレスはあれみたいですよ。なんか、ジャックが、崩しにならないけど、今日は、今までで。今まで。
あ、なんかそういうのありますよ。でチャックのガードレスはあガードは崩れないけどガード崩れモーションみたいになるからリフトをすると殴れるみたいな。あのシフトはいやもうずっとダッシュしてたんだけどもう飲んじゃいますよ俺。いやいいっすねこの新作の風が一昨年ぐらいに吹いたはずなんだけどね本当は。ひふみあーでもなんか若干モーション違いましたね今。あれキラケリキラケリノーマルでバウンドいった今地上ノーマルっぽかったですけど。えこれ大丈夫ムチムチ空中ヒット引っ張るのは最初のバージョンで学んだでしょ。もう試そうとしてんじゃんもう。なんか低いんでしょうねその2個目の判定が。いやでも絶対エパラルってこんなあーでこの絶対エパラルってパーツ見てるのめっちゃ楽しいですよね。かわいい。えドッターいるわけ今ミッキー一人で作ってんじゃないのこれ。ああとバックダッシュがラーを選んでると今までのバックダッシュでステップだと着地まで無敵なんですよ。さっきやったんですけどあのカトリに音符化されてもらってクティーがバックダッシュしたらバックダッシュして地上ヒットになるまで無敵だったから、え、すごいって思って。でその代わり移動距離が短いらしいですけど。いやそう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 。いやでもめっちゃ長いっすよ無敵マジで。ああ瞬目殺だ。なんか今途中で仲良くなってたけど。でこれ決めると自分のシフトゲージがマックスで相手がゼロになるらしいです。でなんか誰か言ってたけどラウンドまたぐらしいんでそのだから3ゲージ殺しが結構強いんじゃないのかな。よってでピオリのあーでも溜まってるかなんかスタン中ゲージ溜まんないっぽいんですよね。あのいやこれダメでしょ今ちょっとえムチ引っ張り永久じゃないのこれ。永久じゃないって。いやカオスコード大人気です。時間なので変わってください。はいはい、ありがとうございました。はい、あおめでとうございますね。あはい、まあ、勝利のキッシュを飲んでます。いやー惜しいルイのさっきの3ゲージはどうもダウン拾えるみたいなんで、ルイ待望通常内から追撃でちょっと湧いてました。カプリも追撃してましたし、投げ強くても欲しかった。アーテラスどうかな。アーテラスどうかな。アーテラスどうかな。そうですね、さあみんなが見たいキャラが出るのはちょっとねプレイヤー申し訳ないですよ。なんか見られたいキャラみたいな。まあ多分まだ配信映ってないんであれば申請係が全然映ってないんで思ったより使いづらくてなんかだから前半の優先ゲームやってた私有台では結構みんな使ってたんですけどなんかこうだからそうですね、みんな難しいみたいな感じで分かりやすくカットできるキャラではなさそう。今ちょっと一旦やめてみんなで運転変わってる感じで食べましょうとかやってたんでなんか逃げたり、弾打ったりとかその感じは綺麗に赤く攻めてあげるよ。こっちはすげえわかりやすい。そこだ、くらえし。そこだ、逃げよ、我が身。先ほどコメントにもありましたけどね、声の声が原因なのは張り合ってるだけなので不具合ではないのでね、そこは別にクリップして拡散したくないんです。我が盾となれ。今の新しい盾となれ。あんまり潰されても出てたチャンスだっけ。ザンギちゃん、ザンギちゃんが結局潰されると出なくなる。あ専用モーションに移行してる。行け逃げよ
ゲーミングがあるんですよ。でも、シェーディングがあるとダメージを受けてないみたいなんで、ガードポイントを持っているんですよね、なんか。いや、我が勝てとなれ。なるほど。あ、確かに耐えてるんだけど。なんか、そして、パッシュ付けてるのが青タイプが、あ、青タイプ、なるほどね。ダイエットタイプとか、あたし。最後はここなって、あんな感じのところに。あ、ちなみにあの僕の目の前で今アナポンさんが最後のポーズを撮ってくれました。配信できないのは残念だな。かっこいいタル。そうっすね、今回の新キャラのゴー、今ちょっと選んでいただいてるクラッシャーセービングっていう技が少々ヤバそうな匂いがしてます。まあ、竜巻ボタンでガードポイントを構えるんですけども、このままボタンを離せば打撃が出るんですけども、ガードポイントが出た後にバックステップステップでキャンセルができるんですよね。あ、味方がキャンセルですね。だからクラッシャーセービングという名前ではあのもうゲームの、まあ、あのたまたま見たんだと思うんですけど、セービングアタック、セービングアタックみたいな技になってます。たまたまスト4のクラッシャーセービングとちょっと似てしまった。たまたまいけ逃げよ我が勝てとなれ。いけ、いや偶然とね、まあ意外とあるもんなんで。なんかエンジェルオブランチャラにもめっちゃパロディ技いっぱいあって。ああ、そうなんですか。はい、なんかのキャラの3ゲーム決めるとあのハンターハンターのコンさん見たくなるキャラとかいて、台湾の方々やっぱ日本のゲームとか日本のやつ好きなんですね、アニメとかね、アイドルが。そうなんでしょうね、多分海外の方からしたら、まあ、オマージューさせたいみたいな、好きでしょうがないのの表現みたいな。こっちだとコンプラとか言い出しそうですけど。あ、豪対豪になった。セレクト技とか何やるのか分かんないですけど、だからキャラはだいぶ偏ってきましたね。まあ、豪が見たい方は体感値。集めてるおっさんの格ゲーキャラってあれですね、サムスピのスゴロクみたいですね。ほんとでも FPA デジタルっぽいですよね。他の格ゲーだともうこんなデザイン見ないですよね。人気いてなさそうじゃん、こんなの。じゃあこれキャラデザパン先生らしいんで、これ好きですね、もともとの絵師が、はい、もうだこのキャラもめっちゃエッチな絵がパン先生描いてくれると思うんです。これ中断、これ中断みたいですね。あららららららら、さっきかがめてなかったので。いや、セービングやばいな、これ。はめるとやられ変化してますね。あー、似てますね。あー、爆発。おー、上にも強い。なんか単純に技が今のところ GO は、まあ、まあ強い感じみたいですね。中断ありのなんか無敵技もなんかだいぶ優秀みたいなので、切り返しも強くて。ゴールエッジはいらない。俺ちょっと待って、俺の声入ってんのこれ。横にいるから入ってないと思ったから。入ってた、入ってた。だからまあ足払いとかから拾うやられができたのはすごい面白いですよ。そうですね、今までってそういうやられって本当に何もなくてなし、まあ、あとあの、うん、あんまり使われなかったら遠距離攻撃にキャンセルかかるキャラとか増えてて、あ、なんか今のところ確認したのが配信でもあのサーベラスの NC のパンチに、あれキャンセルかかってました。あれキャンセル聞いたら相当強いでしょ。あれだってもともと技自体が強いですから。そうですね、うん、そう、サーベラスもうちょい光当たってほしいですね。現状そんな強くないキャラなんで。あらららら、あ、空振りでも出ちゃうんだ。なんかあれですね、こういうの、いいのこれ。まさか、セービングは、え、これセービングもしかして出しとく、どう、うん、セービングはだいぶ強いですね、剣の選択で。ここは、おらおらおら、あれ確かなんか、南方さんやってたんですけど、ボタン連打でダメージ増えるらしいんですけど、なんか連打しすぎると失敗モーションに詳しいですよね。そう、フォークじゃないですか、あの、バロスペの。最適な連打をするとダメージが高くて良いらしいですけど、やりすぎると失敗が。難しいですね。連打が早ければ早いほどいいってわけでもないっぽいんで。まあ、こういうのって連打の限界
定めておかないとみんなガラガラってやっちゃうから。ああ確かにそうです、ね、あのやっぱ30代のゲーマーに配慮してるんだと思います。3、40代のあらいらしく。なんかでもあれっすね、なんかこういうのを見てても楽しめるってことは、なんか CPU 同士のやり取りとか見てても全然話せそうな気がする。ああそうですね、こうなんだみたいな。え、つなぐないのこれ。反撃なさそうですよね。ああ無敵だったら強そうです ね今の攻撃だったら、まあ、無敵は多分こっちでしょうけど。拾えそう拾えそうっていうか、シフトできたらあれ強いんじゃないですかね。ガードされて、うえ、あーそうですね、エル、あの棒の大爆発して、多分ガードでも何これ厳しい修行の泉ちょちょちょ総集編が次回に。あ、まあ、仕方ない、あのプレイヤーは、ね、時間を詰めてやってるんで、やばいですはい、でもこれやばっこれやばいです。もうお互い強い技ちょっと分かってきちゃってるじゃないですかこれ。テイリングはだいぶ強いですね今のところ見てる限りは。やっぱ新人権と違って途中でやめれるのが強いですね。ああバックラッシュとかで、ね、そう下がれるのが。あれ新人もでも一応こう戻れますよね。そう止めることはできますけどね。なんか有利っぽいんだねこれ。大丈夫っすか。ああちょっと連打した、ちょっと連打した。投げは追撃入らないタイプか。あ、まあでも距離ライン上がるんで多分強めだと思います。いやカトリーヌ通常投げからなんかモップ入ってて、まあ、シフトしてもいいしみたいな強ってシフトが本当、まあシフトがまあ新しいシステムなんで多分ここら辺を考えて多分バランス取りたがってると思うんですけどね。今までの日が当たらなかったところと、あ、いや3ゲージもそうですよね。はい、だからそこら辺が一つの技しか使われないとかセレクトが固定になるとか避けたいです。戦い方がみんな一緒になるよりはみんなの決断でこういろいろ変わっていくみたいな、まあ、エクシードコンボを、まあ、使わないっていうスタイルももしかしたら出てくるかもしれません。ヘル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 あの稲妻まとったあたりでやめるのが良さそうですね。連打セービングが強すぎです。まあでもどうなんでしょう、たまきゃでもセービングで一応前に進めるのか。なんか倒れてるけどゴーはだいぶ多分このゲームが出たらゴーは多分最初から結構ポテンシャル発揮できそうですね、持ってる技が強い感じ。あれで言うとルピナスとレイみたいな。そうですね、どっちかっつとレイみたいな方向性かなこれは、まあ、あとはコンボ次第じゃないですかね。なんかあのクラッシャーセービング当たっちゃってどれだけ減っちゃうんだろうとかあるんですけど、もうセリア取ったらうわーみたいな感じになると思うんですけど空中のパーツがよく分かってないから何とも言えないけど、長期とかで締めれるならありそうですよね。ダウン取れるとか EX で、うん、浮かせる EX はもうやってる人いましたからね、地上コンボから見ました今。爆発と攻撃相打ちして爆発は出てたんで発生保証だから、ジャック攻撃とかで相打ちしたらノーゲージで拾いに行けますよね。割り込み強そうですね無責任なこすりが、コマンドによっては表裏関係なく出せますんで、確認してもしシフトができるのが相当強いですね。そうですね、ヒット確認、まあ、ガード確認、こういいっすね。くれない客に情報がなさすぎてちょっと分かんないけど、でもI'm sorry.
俺が終わるのか。これ人変わったんすかね。いやなんか私タイマーなってまだ南方さんがファンにしてるから大丈夫じゃないですかね。南方さんも今日忙しいですよね。あの BOD そうですね。なんかあれなんかAOB か AJ ロバート AJ バート最初パソコン動かなかったらしいですからね南方さんの持ち込みなのに難航してましたよ。さすがにそのままは拾えないか。なんかあんまり変ないです。AB でシフトシフトシフト AB。あんまり機動力あるキャラじゃないっぽいんで、ダイヤゲンの難しそうですね。ハマキャラに厳しそう。地上のセーリングの押しが強いので。まあ、セーリングが相手も手出しづらいですからね。ねここはラインの相方がジリジリする感じ。あの MG の新人あるだけでも結構やっぱ手出しづらくなるんですよ。でこのゲームって手出めっちゃやるじゃないですか。お厳しい修行の手に次回総集編総集編じゃダメだろほらマテラってランダムなんですかね。いや多分どうなんだ真ん中はもしかしたらそうかもしれないですね。なんかこういうのってテスト中なわけじゃないですか今あのなんかあーアイドルのところでもしランダムがあるとハテナで目をしてきた変なキャラ入ってるとか使えちゃいけないキャラとかもしかしたらランダムがあるならあれあ、これかさあ一応今カガリが映っているけど、さあブラボーカーリーさあ映ってないキャラですね。中華の神髄お見せします。カガーリーこのカラー大丈夫なんですか。R 指定できないんで。いやーあお疲れ様でした。僕もちょっと触らせてもらったんですけど絶対ゴー使いますブラボー捨てないでくださいよブラボーも相当強そうですけどね。ステップブラボーって皆さん見たんですかね。あ、ステップブラボー相当やばいっす。ステップ攻撃中断なんす。中断から普通に立ち系とか繋がってるんで相当やばいっす。収録されてる音声は鍵のものなのですこの方にめちゃめちゃテクニカルむずそうですよね。めっちゃ面白そうですけど壁使ったなんかアクションとかそのところね、このカガリ使ったプレイが全員難しそうって言ってすぐに触るのやめちゃってるぐらい難しいだからちょっとよく今のところまでよくわからないみたいな感じですね。いやいや面白いと思いますよ。多分 FKD が何も考えずに難しいだけのキャラを作ってるとは思えないですし
多分こうものすごいコンボルートとかがありそうだなって感じがします。ちょっとね、前作のかかりつかいの人は様変わりしすぎててちょっとひよっちゃうかもしれない。これ万事先行派ですよね。攻撃万事成功派。やっぱかかりの片鱗があって俺すげえ嬉しい。ブラボーは今回空中超投げがあるんで面白い。いやブラボーがついに突破や中段を手に入れてしまった。ついにというか持ってんですけど、距離を詰めながら打てる中段が今回今ねブラボーについてるのはね弱点といってですね、かなりの空中飛び道具ナルカミだったかなを食らうとつくんですよ。で今2段階あって、2段階ついた状態の状態で飛び道具食らうと強制カウンターです。だから吹き飛びます、ね、当たると。そう超飛もなんかちょっと演出が豪華になったりします。ブラボーは 3C で出る特殊技がちょっとヤバそうな匂いがします。やっぱりブラボーもめちゃめちゃ面白そうなんですよね。普通に餃子シフトとかができるんで、あと5点灯が当たらなくてもシフトできるんで保険がかけれるんですよ。かかりめっちゃいいっすよね今回。かかりステップにね差別化されたのがすげえいいですよね。ステップ攻撃は素晴らしい。前作はやっぱりラン一辺倒って感じでしたけど、今回ステップ攻撃は強力なキャラが多いんでもうだいぶ迷えるなっていう感じがします。あ、そうですね、無限戯れかな、セレクトスキルなんですけど、相手の方にシュッてダッシュして相手の方に裏に回る技があるんですよ。ちょうどロックの移動技みたいな感じ、あれ使って爆弾を置いて表裏卓みたいなのができます。かかりなのジャンプ C かジャンプ D か、あれも強そう。そうですね、ブラボーちょっとおしゃれになってんすよ。あ、今のも新要素ですね。ジャンプ C から正面プレスが出るようになってます。そうレイジランみたいな技があります。無限ですね。まあかかりなんで無限って言って移動技があるんですけど、あ、かっこいい、それっぽい。なんかね、かがりはなんかその表裏卓と上下卓が中下段卓がなんか豊富だなって感じ。弱点をつけて強制カウンターとか長期で大ダメージを取るみたいなコンセプトのキャラに見えます。あとリーチが長いですね。それからヤタガラス、あ、なんかそれっぽい、そういうやつです。すごい中距離から急に下段飛ばしてきて、そこからシフトでダメージ取るみたいな感じ。空中超飛ね、ブラボーの方かな。このかがり的なキャラのかがりですよ、書いてるでしょかがりって現実を見なさい右上にかがりって書いてるでしょ。あの、確かにこの色ってコスモスモチーフかも。今回ね色も面白くて、
綾波レイカラーみたいなのもあったはず。この中段までやばい。このかがりを見て、あの元のかがり使いの人がちょっとあの悲しんでたのをなるほどってなります。今回ヒカルのなんか前作のかがりも、ヒカルは MG しかいないし、かがりはこんな感じになっちゃってるし、でなんかスタンダードキャラがいないって思いました。飛び道具で出して恐竜を撃つみたいな、ヒカルもかがりもそんな感じだったんで、ヒカルもかがりもそんな感じだったんで、なんかこうスタンダードキャラいないな。ベイはどうなったんだろう。 PV ではなんかダウン追い打ち、どこ行くんだてめえの、ダウン追い打ちでダウンを引き離してましたけどね。さてサクッと終わらせるぜ。ベースボール超駒投げでかがり相手に何言うかもすごい気になるね。ちょっと教えてやろう。ちょっと教えてやろうのセリフでなんか前のかがりとは違うセリフとかになってたら面白いんですけど、これかがり使いこなせるようになったら相当厄介っぽい気しますけどね。あとこのロケテスト版ね、製品版をお楽しみに。でダッシュから銃下段とか、あのピョンって跳ねて下段打つ技とかもあるし、AP0 スタートなんだ。これはなるほど。なんかもういいですねとは言えないですけど。なるほどなるほど、 AP0 なるほど。あ、考えたな、 SK に気づいたんだな。みんなあの今回の新要素のウサトタシフト使ってていいです。これが本当の、エッテリは気づいてしまった。 AP は持ち越しなんかな。持ち越、あーでも6スタート、どういうこと。6以上だったら6スタートなのかな。あー時間になったみたいですね。一応持ち越してるのか、そういう意味では。まあ、2ラウンド目以降はやっぱり強いって感じでしょうね。1ラウンド目負けても2ラウンド目 AP6 からスタートして、2ラウンド目もやりようによっては6からスタートしてみたいな感じなのかな。新キャラのデストラクションカオスとかみんな出さないのかな。相変わらず減ります。なんかこう気絶ゲージが横に長くなったからめちゃめちゃ気絶するように見える。やれやれ、それがいいのは最初だけだよ。もう一通りみんなキャラ見ました？選ばれてないキャラとかいるのかな？スタートしながらで EX スペシャルカラーが選べる。
ヘルメス今回ガラッと変わりましたからね。なんか毎回見た目が変わる。ペットシーでヘルメスルピナス。なるほど。ペットシーもね、グラフィックガラッと変わってちょっとお兄さんお姉さんになってますから、ちょうどあの前作のエンディングのケットシーンみたいな感じになってます。お兄さんお姉さんになりました感じでした。もうはもうとにかくクラッシャーセービングがやばそう。パウダー吸収ですね。悪の怪人を呼び出してそれを蹴飛ばしたり背負い投げしたりして相手にぶつける技。連打すれば連打するほどヒットスが上がりますが、連打しすぎると疲れて繋がらなくなったりピーキーな技です。入っていけないか振り返すぎる。いろんな意味です。タブも確かステップ中断なんだよな。タブヒはなんか上に打つ技なんか PV でやってなかったっけな。かっこいい。フォームどうなんだろう、変わってるのかな。あれあれステップ攻撃。終わるのか。この世はビッグでトリジャーアイランドだぜ。そうね、なんか PV がなんか上に打ってたよね。痛いな。これですね、連打しすぎると繋がらなくなる。これパウダー置いとくのも少々強そう。発生補償あるんじゃない。おお、エフェクトが変わってかっこよくなった。この場でもちろん引き寄せるというよりはなんか前後交互に打ってって感じでしたね。あーサーチしたのかな、ジエンド。もしかしてパウダー強そう。おお絶対面白いなこれ。無駄だ無駄だ。かっこいい。もう使いこなしてる。無駄だ。もう
これシェフトゲージの機械のキャスポット迷います。ありがとうございます。いやなんかね、最大連打すると最後が当たんないんですよ。絶妙にどっかで止める必要があるような気がします。空中ヒットもちゃんと当たる。ああ素晴らしい、テニスピアノ。ああサーチしてるっぽい。発生前と一緒だったらクソ強そうだけど。全校生終了したみたいですね。ありがとうございます。1日目とりあえず全試合が終わったようです。お、3ゲージ、一応会場の方はそもそも3ゲージって当たると相手のシフトゲージゼロにするんですよ。でこっちのゲージシフトゲージは満タンになるので、今までみたいにこう2ラウンド目とシードで逆転すると3ラウンド目ゲージがなくて自力みたいなところが3ゲージを使って殺すと、まあ、自分のシフトゲージは満タン、相手のシフトゲージはゼロみたいな感じで、まあ、そのシフトゲージ有利みたいな状況で3ラウンド目を迎えるみたいな戦略ができそうな気がします。3ゲージはすごい価値が出たなって思いますね。なんかね、ゴーだけっぽい、ゴーだけなんか追加入力なんですよね、3ゲージ技が。だから追加入力しなければ1ゲージで終わってるっぽいです。そういう意味では強いな、失敗しても1ゲージで済むなら。はい、 ABCD CACAD CCABD 成功したのかな、どうなんだ。変身、長い長いかっこいいこれ成功なんですかね、全部あれが3回成功で3ゲージ使うタイプなのかな。無駄だ、サイクロゴン、サイクロゴンって言っちゃダメなのか。よっしゃー、マミヤみたいなね、マミヤみたいって言っていいのかわかんないけど、どうなんだろう。追加入力なくてシフトゲージ覚えたら相当強いけどな、1ゲージで。さすがに SKD だよ。そう、3ゲージ使ったゲームメーカーマジであります。
されたら繋がらない。やっぱトロボタ方がダメージ高いのかな。ほいほいほい、へえ。無駄だ。こっちから追撃ができる。この世はビッグでトリジャーアイランドだぜ。いや多分ね、もうねライダーだけじゃないですね。ライダーももちろんあるんですけど、なんだろう、そうそう、電銀バボーが必殺飛竜三段蹴りって、あれのパロディのような感じがします。電銀ザボーガーという特撮があって、これのね必殺技が飛竜三段蹴りとかなんです。まあ、サウダーとかは完全にライダーでしょうね。まあ、わからない、ここで元ネタみたいなのをバンバン言ってっていいのかわかんないですけど、予想されます。まあ、オマージュしているのかな。まあそうっすよね、なんかいろんな特撮の要素をまべこべにしたキャラって感じですね。3ゲージの最後はギャバンっぽい、まあ、爆発してるやつ。なんかもうとにかくいろんな特撮の技をまぜこぜにしましたという感じ、まぜこぜというかインスパイア、オマージュ、パロディーってか、パロディーが近いかな。まあ、ちょっとあの冴えない中年っぽい見た目ではあるんだけど、技はめちゃめちゃかっこいい。まああの勝った後に激ガチックな演出になって、なんかナレーションみたいなのが流れるのも、あれなんだろう、製品版ナレーションちゃんと読み上げてくれるのかな。そう、ジエンドが前回と同じ達成だったらやばそう。シフトゲージ奪われますしね、そもそも。
命拾いしたね。気が弱くなってる？マジで？ですね、こうもうそろそろこちらのネクストの配信は終わりになるんですけども、この今やってる方たちの後にちょっと私ともみさんで、まあ、ゴーとかかがりの技が全然見れてないんじゃないかなと思っているので、まあ、さらっと新キャラ2人の技を見て終わりにしようかなと思っています。まもなく配信終わりになりますけど、あの皆さん今日お付き合いいただきありがとうございました。 CC ネクストね、なんかこんな感じでもう対戦できるレベルまでできてると僕はそう見えるんですよね。もちろんバランスとかね、ボイスがとかいろんな調整はあると思うんですけども、まあ、あの開発中止だって言われてからよくもここまで作ってくれてるなって、まあ、さっき言ってた通り他の Steam のゲームとかを FPLは作りながらミッキーは空いた時間でここまで仕上げたという言い方をされてましたので、まあ、もうちょっとだと思うんですよね、まあ、あと時間と努力と資金が必要だとミッキーさんが言っていたので、我々としてはもう楽しみに待ちながらね、まあ、すぐに発売ということにはならないと思いますけど、まだまだ次の展開があるんだなっていうのを感じられて非常に嬉しい試遊会でした。まあ、あのまた試遊の機会もきっとあると思います。ちょ、私の方もね頑張って調整していくんで、
そうですね、なんかまあちょっとあの今回の KGT での CM も、まあ、ちょっとミッキーさんといろいろ喋りながら挑戦させていただいたんですけども、まあ、今回ってどうしても来れない人もいますし、ね、遊びたかったのにという人もいると思うんで、なんかちょっとまた相談しながらどこかでお切れ目の機会とかどうですかってミッキーさんと相談していくんでね、はい、ぜひお願いします。クラウドファンディングね、いいと思うよ。最近あの NI も新作作るからって言って2日ぐらいで300万集めてましたから。お、資金は援助。そう、みんなバイトしといてねみんなバイトしよう。でこの後ちょっとモミさんとゴーとカガリちょっと触らせてもらって、サンゲージとか、まあゴーのサンゲージは見れましたけど、あと見れてないキャラが何かいるんだったっけね。なんか見れてないキャラがいるから見たいって言ってたんで、そういうのも見せれたらなって。だからちょっときっちり見えてないのはカガリとエルメスセットか、セットはちょっと見せたいね。タイちゃんどうなんだろう、まあ、ちょっと全部見せれるかわかんないけど、時間に限りがあるので、ちょっとこの後順に触れてないキャラとかチラッと見て終わりにしましょうか。じゃあ皆さんちょっとあの挨拶の方早いですけど、私この後ちょっと私有台の方僕も触りたいので最後にちょろっと触らせてもらおうかなって思ってます。ちょっとあの無言の配信がちょっと続きますけど、あのまた最後挨拶にだけ来ますんで、もうしばらくお付き合いください。よろしくお願いします。
貴様を消去する。フェイス1ゴー、ドレーダブルトマホーク、ビッグトマホーク、ビッグトマホーク。
俺が貴様を終わらせる。フェイス1ゴー行け。当たれ。という方でわけで配信の方は終わりになります。これから我々撤収作業でね、夜に片付けていきますので、はい、皆さん長くありがとうございました。EX シーンごめんなさいそういえば出してなかった。なんかえげつないあれだね、エフェクトが出たはず。いやなんか EX シーンはさっきね、ベネ君が言ってたんですけど、まあ基本的には C 支援と変わらないけど、ダメージが4800あると言ってましたね。必殺技で出ていいダメージじゃないでしょ、4800を。お疲れ様です。そうですね、そろそろ配信の方は終わりになります。まだまだ開発中ということですが、まあ、ここまでできているということが見られて我々嬉しいなと思っております。またあのミッキーがね、応援よろしくと言っているので、どういう形での応援をすればいいのか我々もまだちょっと見えない部分がありますけれども、まあ、まずはね、面白かったとか良かったところとかどんどん感想をつぶやいてもらうのが一番開発のモチベーションになるとは本人もおっしゃっておりましたので、ぜひぜひ今回の CC ネクスト過去仮を見てですね、思ったこととか素直にですね、楽しかったとかいいこととかも含めて書いてもらったらなと思います。では配信の方はちょっと
って言ったけど、エルメスそっか出てないって言ってたから、ちょっとだけエルメスを見ながら締めるような感じでいきましょうか。あーステージの右なんか影がかかるんですねキャラ。あーそっか、ルピナスもごめんなさい、ちょっとお時間が来てしまいましたので、そろそろ締めさせていただきます。じゃあなんかちょっといい感じのお姉さんになったエルメスを見ながらお別れとさせていただきます。ありがとうございました。失礼いたします。Oh.